完璧主義はやめましょう。完璧は無理です。神様でも無理ですし、お釈迦様のお話をするとですね、お釈迦様も悟りを開いた後でも悩みは実際にあったそうですから、でさらに2回目の悟りを開いて、やっと世の中が見えてきた、世界が見えてきたっていう状態になったそうですから、まあお釈迦さんでも無理だったんだから普通の人間には無理だ。じゃあどんな自分、ダメな自分、欠けてる自分、あ、これちょっと時間延長して申し訳ないですけど、これ結構大事なお話なので、ちょっと1分か2分でお話しさせていただこうと思うんですけど、完璧を求めているとですね、欠けてるところばっかり焦点が当たってしまうんですね。人間はですね、人間の本能としてちょっと書いて説明しますと、今ちょっと2つ円書きましたけれども見えますかね。どちらの円が気になりますかという、結構私のブログでも欠けたドーナツとか、載せてですね、どちらのドーナツ、どちらの写真が気になりますかとか、いう写真を載せてるんですけれども、人間はどうしても欠けてるところに焦点を当ててしまうんですね。で、その人間関係でこじれる場合でも、相手の欠点とか欠けてるところ、短所ばっかり見てしまうんですね。だから、ダメだ、これの人はダメな人間だとか、あ、この人、こうがなってないからダメだなとか、あ、私、こういうことできてないから受け入れられないとかですね。で、そこをダメだから直しなさいよって言って攻撃するようになる。じゃあ自分はどうなのかって言ったら、自分はこういう人間だからで、自分でもレッテルを貼ってるっていう、そういう欠けてるところばっかり見てる人は、人の欠点も気になるし、自分の欠点も気になって、自分を責める材料を探して、自分を苦しめて、自分を嫌いになってしまうっていう心理状態になってしまうので、人間は欠けてるところがあって当たり前なんです。お釈迦さんでも悟りを開いた後でも欠けてるところがあったんですから、欠けてるところがあって当たり前というか、そのまんまでもうパーフェクトっていうか、もうまん丸なんです。欠けてるところはもう自分で欠けてるって思い込んでるだけで、自分で欠けてるって思ってるところを人の欠点だと思って、そこを指摘して責めて、攻撃が返ってきて人間関係がこじれてしまったりとか、自分の欠けてるところ、自分はこんなところ欠けてるって言って責めてるっていうのは、自分の思考で、自分の価値観、観念でそこが欠けてるんだ、まん丸であるにもかかわらずそこが欠けてるんだっていう欠けてる部分 を作って見てしまって、そこを責めてるだけなんですね。ですので、そもそもそこを直さなくてはいけないとか、そこをコントロールして変えなくてはいけないとかですね、いう攻撃をすること自体が、そもそもがその難しいというか、もう完璧主義にはまるとこういう傾向になってしまうんですけれども、ですのでどんな自分も受け入れるっていうのは、この自分に条件をつけるわけではなくて、
どんな自分も受け入れることで、人の欠点は欠点じゃない、長所なんだ、もっといい長所があるんだって、長所を見ていくことで欠点だと思ってたところが意外に長所だったりするものですので、そういうふうに見えてくるもんなんですね。ですので、その欠けてるところを見ずに、ちゃんと足りてる部分っていうか、そもそもどんな人でも自分でもまん丸なんだっていう視点で、その人そして自分自身も見ていただきたいんですね。といってもなかなか受け入れられないっていう気持ちもわかります。私自身もこれをアルメタが聞いた時にはなかなか心に届くまで時間がかかりましたけれども、どんな自分でも OK を出そう、どんな自分でも無条件に好きになろうっていうことを心がけて受け入れていけば、あ、そうか、こういうことなんだな、自分を好きになるってこういうことなんだなっていうことが少しずつですが分かっていただけるかと思いますので、はい、ぜひやっていただきたいと思います。ちょっと時間、9分もオーバーしてしまって申し訳ないです。